館の駅から20時間列車に揺られて東京へやってきた。1年くらい幸せな日が、一緒に過ごした日々が、あの場所まで歩いていた日々が突然なくなった。あの場所であの時間あの人にもう一度会いたくて、あの頃の幸せな日々のこと思い出しています。あの人が最後に着てた服の置いてある部屋でずっと3日間何も食べなかった。それしかできなかった。親戚の家や知り合いのとこ転々としたけれど、何度も家を飛び出してあの場所へ向かいました。あの場所であの時間あの人にもう一度会いたくて、のこと思い出しています。タイトルは？あ、今のね、八甲八甲中堅八甲です。あ、なるほど。泣けるね。ですね、変な歌って言ったらあれなんですけども、手相の歌という。わで、あの、自分の手をちょっと見ながら、この線が、まあ、触りながらでもいいです。この線が何線でみたいな感じで。中央線。うまいこと、中央線じゃない。うまいことね、あの、ラブソングにつなげていきたいと思います。なんとかゲート。あとあの右手が未来で左手が過去。
しいので、それだけちょっと後で聞いてくるので覚えておいてください。脳神経および脊髄神経は中脳と胸と延髄が存在する脳幹部で交差しているので、それを両手に置き換えると、右手の手相には論理的な思考などが現れ、左の手相には直感や感情などが現れるらしい。中指から手首に向かって下に走っている、それがその意図自身を表す。運命線、太くて長い人は自分に自信がある人で、細い人は目的が曖昧で流され続けて、そしてその線がない人は無難な公務員タイプ。気になるのは小指の下から横に走ってる浮気線、それがたくさんあればあるほど浮気が多いらしい。らしいらしいらしいよ。あくまでもらしい。お疲れ様です。お疲れ様です。人差し指と親指の間から。金持ちじゃないけどな。手首に向かって斜め下に走るのが生命線。太い人は頭より体を使うタイプ、細くてかすれている人はあまり動きたがらない。特にそれが短くても長い日とかには関係ないらしい。生命線と並ぶように小指側に向かって走り、性格や才能などを表すのが頭脳線。弱くてかすれている人は人に左右されやすく、手首に向かって下がる人ほど妄想や夢見がちで、小指に向かう人ほどお金に執着するらしい。手相にはいろんな説があるけど、右手は未来を表し、左は過去を表すらしい。